はい、おはこんばんにちは。ゼロゲンと申します。ちょっと声が枯れてますけども、若干風邪気味です。 はい、というわけで、ドラゴンクエストビルダーズ2、続きをやっていきます。前回はね、空っぽ島を初めて開拓していったんですけども、実はなんだっけ、緑の開拓地、あのあたりまた、動画外でね、いろいろといじくって結構パワーアップしておりますけども、そちらの方は、生放送やアーカイブの方で残していこうかなと思ってますので、興味のある方はそちらをご覧ください。動画の方は、次の島ですね、オッカムル島だったかな。 あ、ここですね、オッカムル島。ストーリーの方を続けていきたいと思います。はい、あ、服変えました。可愛いでしょ。リボンもつけました。あ、なんかトロフィー獲得した。あ、みんないんのね、いつの間に。ルルちゃん、私利私欲のためにいろいろ指示出しそうだな。はい、というわけで次の島、オッカムル島に行ってみましょう。はい、というわけでやってきました、オッカムル島でございますな。うずもれた黄金鏡。お、いきなりなんかある。お、なんか鉄の、なんか見たことないブロックあるね。金銀財宝であふれかえる島か。ずいぶん寂れたところだな。地震？これ何？硬っ。ちょ、アイアンの壁、アイアンの壁。アイアン。初めて見ますね。まあ、鉱石系とかが手に入るらしいんで。おお、丸太がありますね。これ何ぞ？お、なんか、何これ。わ、土がいっぱい。先にこっち切っとけば、モンゾーラでも土問題に悩まされることも少なかったんじゃないのか。よし、じゃあとりあえず先に進みましょう。この辺のものはね、動画外でいろいろ浅くりたいと思います。おっと。そうだね、カラカラしてるね。ん？穴かな？あ、線路か。そいつさん面白そうだ。おお、おい、トイ。やばい、シード君と2人きり落ちちゃった。何か積もう。ん？おっとっと。いや、土ブロックがありますよ。何？ああ、なんだ。一応土ブロック持ってたから、別に大丈夫だけど。お、30個もある。まあいい、使わせてもらおう。よっ、こんちゃ。あら、かわいい。お揃いだね、服が。今。ビルダー？ボディビルダーじゃございません。ペロ。ペロじゃん、ペロペロしたい。ほう。なんだい？まあ、線路とかも後でパクっていきたいけど。うわー、すげえ、なんじゃこりゃ。わ、な、一角ウサギだっけ。おお、すごいね。よう作っとる。ほうほう。お、あ、金がある。あそこか。
次なる拠点は。ほいほい。あ、アラクレどもが嫌がる。嫌がるけど。お、どうした？みんなどうしたのこれ。なんで元気ないの？オッカムルト。鉱山も閉鎖されて坑道作りや鉱石の加工もできない。なんで閉鎖されてんの？かつての鉱山街。潰れたバー。ほう。うじうじしてる。ほう。私はビルダー。筋肉を作ることすら禁止されてんだ。ほう。殴んな。ほう。前作でいう姉子みたいなもんか。行動に入れねえし。あールビーラビール。どうした、バーテンダーかな。顔でかくない。うん。ほう。確かにうじうじしてますね。はい。ツルツルカルロアーマン。おう。別にそういうんじゃないわ。勘違いしないでよね。ルビーラをハッスルドリンク。はあ。まあとりあえず最初はね、まあストーリー順にやっていきましょう。で作るところに作るっていう、そういう感じで、まあ後々また自由に作り込めるからね。お、作業台はこれか。お、かっこいいね作業台。なんか入ってんの？あ、名前入ってんね。はい。あ、酒だる。はい。そう、素材島でね、いろいろ集めてきたんで、木材と紐は無限に作れます。使えます。うん。作れるじゃない。無限に使えるだね。ほい。あら。酒だる作っただけで？ツタの実？はあ。あ、酒だるになんか入れれるようになったんだ。料理。ほう。あ、普通に食うこともできるんだ。これなんか複数個まとめて入れれたらいいのにね。はい、ルビーラ。ビルダーってすごいんやなーって思うよね、こういうの見ると。はい、どうぞ。はい。わあ、びっくりした、なんじゃ。そうやで。もういちいちめんどくせえなこいつら。ん？ん？今の声？ん？坑道の入り口近く。うじうじしてんなこいつら。シド君ちょっと落ち着け。どこ？行動ってどこですか？行動を見に行く行動をしよう。声の方に行こう。ほい。すごい複雑。いいね。なんかこういう作り好きよ。ここ？あ、ここが埋まってんの？ごほう。ぶっ壊せばいい？うん、掘れるよ。掘れるけど。よいしょ。上から掘っていこう。ほい。お、なんかいる。ストーンマン。ストーンマンがいるぞ。
なトルネコの BGM かなこれ。さっきから聞こえてんのこれ。トルネコの BGM っていうので合ってんのか知らないけど。お、ストーンマン。うるせえなこいつ。どうしたの？グッグゴゴゴゴ。うん。銅と銀と金をくれ。うわ、なんという贅沢な。俺優しい。俺お前好き。俺一目惚れ。どれ？これ壊せれるブロックじゃないぞ。どうする？大丈夫なの？お。これ空っぽ島に来たらこいつも仲間になってくれるんかな。ほう。望むところ。俺この壁壊す。マジでできんの？おお、すげえ。こいつ空っぽ島来てほしい。この岩邪魔だったんだよ本当に。ずっとすげえな。あ、はわわわわわ。あ、ゴルドン。ほう。俺もう力ない。あとのことお前たち頼む。あら、ほう。って言って、あ、って言ってるよ。根性ねえなこいつら。お、魔法の玉だ。古びた。使えるのちゃんとこれ。なんでこんなとこいんだよこいつら。もういいよこいつら、役立たねえ。銅5個。どうしよっかな。今回鉱石がいっぱい取れるっぽいですね。ほうほう。あー、すごい、なんかいろいろある。ここあからさまに怪しいやろこれ。ん？開くんの？おお、この地震は何だろうね。ただの石になってる？鉱石が？ん？ここが埋まってるのかな？なるほど。了解。ここに置けばいいのね。はい。色がなんか霞んだね、ワンと比べて。こんな強かったっけ魔法の玉。5マス5マスぐらいしか壊せなかったけど。威力上がりすぎじゃない？やば。うわ、すげえなこれ。もらおうもらおう。で、この先に銅があるのかい？はい、というわけで銅とか、石炭とかいっぱい取ってきました。ほい。うん。おう。あー、なるほど、そういう風になるのか。あ、なるほどね。上層下層っていう風に分かれてるのか。おう。はい。あ、そういうこと？これね。さっきこんなとこあったっけ？あ、違う違う。はい。こういうことね。はいはい。うん。
うん。顎で使われてるな。こういうことか。こういうことでいいのか。ちょっとな、フラグの立ち方がよく分かんなかったんだけど。俺の筋肉が火を吹くぜ。まあ、ちょっと言ってる意味は分かんないですけども。じゃあ、地上に戻りましょう。OK。戻ってきたぞ。どうでしょう。はい。ほい。なるほど。どっちにしたら取ってきたのは私なんですけど。それどう？俺金欲しい。金あればゴールドマンになるの？どうなの？あ、カッパーマンになるの？そうなの？どうぞ。勢いよく投げんの？せいや！本当に投げてやがる。おお。これカッパーマンになるの？これカッパーマンで初めて聞いたんだけど。頭だけ。キモい。千個？バカ言うなよ。どうやったって。どうにかしてくれるかも。お？お、何個？千個？バカ野郎か。なるほど。お、やったれやったれ。それもいいんだ。何？どうするの？いや、どうせんか普通でもなかなか難しいね。うん。ああ、なるほど。やる気を出させるためにバー作れってことね。なるほど。シェイカーを置いてバーセットを。ほう。なるほど。おー、ハート落ちてる。シェイカー？シェイカー？あ、カルロに聞けばいいのかな、まず。あ、こいつでねえや。あ、いたいたいた。ちょ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 。あ、前作となんかキャラデザイン一緒なんだよな、ほとんど。色変えしただけちゃうの、これ、ほとんど。うん。うん。めんどくせえな。あー、ロッカー。なるほど。炉の存在を忘れてたな。それは確かにロゴいるわ。よし。OK。じゃあまずはロゴを作って。お。あれ、石材ないの？マジで？あ、いっぱいあるやん、この辺に。はい、ちょろっとロゴを集めてきましたよ。ロゴじゃねえや、石材か。石材、ロゴを集めてきてどうすんだ。石材集めてきましたよっと。ほい。よし、これでロゴができた。とりあえずいらないものをとりあえず直して、これまとめてしまえればいいのにな。これ何？なんか必要なのかな？で、ローを適当なところに置く。はい。はい。おう。恐ろしいことしてくれたもんだ。はーい。お、ガラスも作れるじゃん。いいね。ガラス欲しかったんだよ。まあ、とりあえずそんなに今ないからね。ちょろっとだけ作って。うわ、これも？これもこうやって待つの？いやー、ちょっとそれ不便でね、不便でねえかい？うん、ちょっとそれ不便だね。毛皮がないのか。それちょっと不便だな。それぐらい。ねえ、お、これは、お、これはトイレではござらんか。おー。ちょっとこの辺もちゃんと、部屋として作り直したいね。まあ、その辺はちょっと動画外でやりますけども。
何してんの君たち、何何してんの君たち、ナイスファイト暇だからって何してんの君たち。さあもう少しでできますよ。もうこれちょっと困るね。とりあえず5個だけ受け取る。はい、これ困るね。ちょっとこれで作ったよ。うん、お、うん、シーカー覚えなきゃいけないね。はい、で、あ、これか。はい、オッケー。で、これを置くの？はい、おお、できたできた。こんなんでいいの？やる気出るかい？こんなんで。お、おお、お前自分でやったかのように言うんじゃねえぞ。こんなボロボロになるまでほっとかんでもよくない？でもいいよ。1000個はでもきついね。でも人手がいるね。確かに。カクカクシカジカ、ほう、はい、あ、もう上がるのね。はい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 、せーの、はいよ。これでようやく第一段階かな。あばばばばペーパー、よし、あ、来た、アラクレが、なんか色の悪いアラクレが来たお、おお、いいね。お、ジョッキ、ほうほう、ああ、これいいじゃん。銅の壁、これ銅なんだ、すげえな、めっちゃいるな。作りたくて作りたくてしょうがない。うん、やる気満々満々。あれビルダーも怖い存在だな、でもこう考えるとおいっす。なんか色悪いけど大丈夫君たち。お、あ、ペルちゃんのこと知ってんの？学語、後ろ筋肉ってなんだよどうなの？お前らペロちゃん、これペロちゃんいなかったら積んでたんじゃないのこれいろいろとあれだな、頭が上がらないのに君たち。はい、はい、おお、これも洗脳だよな。まあでもこれだけ人いても足りないよね。1000個ってどういう
どういう方だよ君。はい、まずバーを作って荒くれたちのやる気を上げるの。はい、ああなるほどね。うんうん、なるほど、それすごくいい考え。やっぱり俺お前好き。でもわずかに残った剣、行動の奥底にしかない。なるほど。あ、設計図、はいはいはい。材料集めるのがね、まだちょっと大変かもしれんけど。そうだよね、ここの範囲だよね。割と広いと思うんですよね。あー、いい感じの広さだね。あー、なるほど。ちょっと材料がなかなか難しいかもしれんですね、これね。ダーツボードとかあるの？楽しそう。うん。うなぎ登り。俺のお願いこれ。行動復旧。うん。で、バーを立てる。なるほど。全部俺がやらなきゃいけないんだね。ボーやバニーでもいてくれりゃな。バニーペロちゃんがいるやん。あら。あらやだ。やる気出さすぎだろ。変態同盟。でも衣装とかないだろ。ああ、なるほど。わかる。なるほどね。いいね。男を使うのがうまいね、ペロちゃん。よし。じゃあ、とりあえず、こうなんじゃ。うん。お前の最終目標はあれだろう。バニーが見てえだけだろう。うん。ああ、なるほどね。うん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 。荒くれ集会所？ああ、なるほど。3つ？どこ？ああ、ここ？はいはい。あ、ここにとりあえず収納箱置いときゃいいのね。とりあえずこれ使ってねえな。これこれどこ？おお、 BGM が変わりましたな。収納箱じゃあと2個。はい。木材は無限に使えるからな。こことこことここね。はい、 OK。 お、来た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 。うん、まあとりあえずね、今はね。うんうん。荒くれを引き連れて鉱石を掘る。で、夕方に報告してそこに入れてくれるってわけだね、鉱石を。はあはあはあ、なるほど、そういうことね。あ、これね。君って何もしてなかったでしょ。なるほど、こういう感じでね。お、なんじゃ。行動の復旧もやらなきゃいけないのね。筋肉儀式。シドウくんならやれそうだな。無表情でやるなよ。お前ら楽しそうやな。行くぞ。おい、おお、お前ら夕方だけどもういいの。行動行くよ。お、なんじゃい。あ、お弁当ありがとうございます。焼けキノコ、キノコ確かに入ってたな。弁当と言えるのかね今の。いや、
なるほど。行動整備。なるほど。ちょっと行動の整備は割と時間かかりそうだね。はい。じゃあ、今回はこれだね、まず。このバーを作ったら動画の方を一旦、やめにしたいと思います。というわけで、ちょっとだけカットいたします。はい。ちょっとお待たせいたしました。材料揃えるだけでもだいぶ、いろいろ大変なことが分かったんですけども、とりあえず、まだできてはないんですけど、材料だけ全部、集めてきました。多分足りると思います。はい。はい。というわけでね、港の方からちょこっとだけ解釈してきましたよ。で、これで、よいしょ。ほい。よし。できた。とりあえずね。はい。よし。これで OK かな。はい。で、あとは、これ辺かな。酒場の壁掛けとダーツボード。この辺がまだ今作れないので、ちょっと完成はできないよね。多分。作れないもんね。はい。多分、行動の、その、復旧をしていくと、そのうち覚えると思うんですけど、ちょっと、今の段階では、ダメっぽいですね。はい。まあ、とりあえず、まあ、こんな感じでいいんじゃないかな。やる気も上がったっぽいですし。はい。というわけで、どうしようかな。復旧の方も動画外でやるかな。ある程度はね。ある程度は動画外で進めようかと思います。復旧の方も。うん。で、あとこの街だね。街もまたある程度小切れにしてから、動画の方は再開したいと思います。ここ、寝床とかね、ちょっと、ちゃんと、みんなのとこ作りたいんでね、うん。あと作業場とかもちゃんとこの辺も作りたいんで、ちょっと、その辺とかもちゃんと綺麗にしたら、また再開したいと思います。はい。というわけで、今回はここまでに、したいと思います。ありがとうございました。